で、スタンバム橋に着きましたけど、ここで特急に乗り換えるみたいですね。あ、来た来た。Kさんはプレミアムカーじゃなきゃそのまま乗っていいんやね。ものすごい話ですけどね。やってきました。淀屋橋、ね、なんか橋の名前がいっぱいですよね。あの京阪の沿線は、出町や柳やら、いろんな特徴的な名前がいっぱいですけど、面白いことですね。ここ一面三線なの。ここにもう一線入ってこれるようになっとるんや。あ、ここが1番乗り場、2番乗り場で閉鎖されてますけど、こっち、ここが3番乗り場で、ここが4番乗り場なんだ。こっちはもう今使ってない感じみたいですけどね。もう多分ここにターミナルがあるみたいです。ちょっと入れないですね。ただ構造としては一面三線の駅になるのかな、構造としては。で、乗り場を二つ作って、一つの線で二つ乗り場を作ってるって感じなんだ。こんなパターンってあるんや。あ、せっかくだからターミナルやっときましょうかね。せっかくも端っこまで来ました。やっぱり乗り換えは京橋が便利なのかな。そうか、京橋からだったらそのまま大阪の方にも出れますもんね。あ、なるほどなと。そう、淀屋橋はなんて言ったらいいのかな、大阪の上本、あの近鉄の上本町というか、各駅停車ご利用のお客様は特急または準急にご乗車の上京橋でお乗り換えください。あ、準急か特急しか増やんのや。で、各駅停車はそうか、京橋があそこら辺で止まる。駅のスペースが限られてますからね。にしても最初乗った瞬間に本当にこれ無料で乗っていいのか戸惑うレベルで座席快適ですね。このプレミアムってなってないところは無料で420円で、これ、まあ、乗ってきましたけど、
やっぱ近鉄民なんでね、あでも確かにあこれがプレミアムシート、まあちょっと今度乗ってみよう。あすげえわ、3列なんだ、デラックスシートみたいですね。はあすごいな。もう何せまあ大して普通は来ないですけど、まあこんだけ逼迫してますからね、すごいこのスキルな。すごい、ディジタル講習っていうのはモバイルコミュニケーション、 ISDN が使えるとかそういうあれか。へえ、1分間10円でとても経済的、通信料1分間10円、そうですね、INSネット64で高速通信。ただいまには到着の電車は始発13分発の19出町柳駅です。これ64キロビットですからね、今1ギガとかですからね、1000分の1使えて高速通信自動的な東芝、時代を感じるやつを見ながらも、まもなく4番乗り場から特急発車いたします。泥棒ですごいな、せっかくやから発車を見送った。横山市終点です。大阪メトロ御堂筋線の乗り換えです。3番乗り場の電車は13分発の準急で山地屋の地域です。こっち側が準急が来るような構造なんかな、全部こっち側に特急が入る構造になっとるみたい。せっかくやから見送りましょう。あちらもこれね、はい、ターミナルね、立派なターミナルですね。4番線、特急の扉が閉まります、ご注意ください。おー、すごいな。ここが社員通用になってたんですね。なんか西日本このタイプのターミナル多いですよね。天王寺とかに使ってるのと似てるよな。あ、本当だ、日本車両だもん。ほら、日車ってなってる。確か天王寺のやつにもこのマークありますよね。うん。じゃあ多分あの JR の西日本と一緒の。へえ。なんででしょうね。なんかゆかりってあったっけ。あ、そうや、天王寺駅ももともとは私鉄の駅でとかそういうお家でしたよね。それ京阪が絡んどるような話があったような気がするな。ここはあれですね、精神的にこれ取り入れてたんですね、多分昔からって感じですもんね。そんな早く来んの？黄色または緑の乗車、10分ごとやもんね。三角印の1番から8番でお待ちください。すごいな。停車駅は北浜、天馬橋、京橋、それはあ、ここから出た方がやったのかな。こっちは半分乗り場かな。へえ、それはひっきりなしに来るわ。で、
さあやってきたぞと。ここから出る。おお前こそやな。こっちは入り口線やる、こっちが出口線やる。これ免疫もこんな構造にした方がええんちゃう。これは分かりやすい。へえ。で、プレミアムカー券売り場、ライナー券売り場っていうのがありますね。あ、ここなんや、すげえ。あ、ちょろっと売ってる感じじゃなくて、プレミアム感がありますね、こういう売り場のところにも。乗り場方面はこっちか。でもこっちの方に多分そういったのがいっぱいあるんやろうな。結構強力か。先輩もやってるんだよね。で、どっからどう来たんやったっけ。でもこの淀川一番端からで田舎の島の方に来たんですよね。で、丹波橋じゃない、清水とこで、これ結構もう出町じゃないけどすぐ近くないな、こうやって見てみると。面白いですね。面白いね。京神線とかね、面白いなあ。へえ。あ、分かりやすい図が出とる。こんな感じやね。で、分かりやすいですね。で、宇治っていうの方に行くのもあって、まあ、この夜は大阪の方まで来ましたねと。で、ずーっと来て、東西南北で行くとこんな感じかな。こんな感じかな。ずーっと南に下ってきて、こう入ってきてって感じですね。大阪港があって。この辺りは、京都。京都観光ね、いいですね。420円やったらいいな。で、ここから大阪メトロとかにも乗り換えできるけど、まあ、せっかくやから、ここから駅間散歩でもやってみましょうね。